はい、こんにちは。北島アカーティクスのケンピーです。本日のカット TV はバタフライ上級者編になります。初級者と中級者で、2つのちょっとレベル分けで動画流してきたんですけど、今日は上級者編っていうところで、実際に手と足のタイミングについてバタフライちょっと解説していきたいなと思います。キックだけ上手にできても、ストロークだけ上手にできても、この手と足のタイミングが、合ってる人と合ってない人だとスピードが全然違うんですね。バタフライの速さに関係してくるところなので、今日のタイミングについて参考にしていただけたらなと思います。では早速本編の方行きましょう。どうぞ。北島アクアティクスオリジナル商品好評発売中。はい、それでは第1キックと、手の入水、ここの2つを合わせるドリルの練習を紹介していきます。まずは第1キックとこの手の入水のタイミングを合わせることによって、重心移動っていって体重が前に乗る、この動きが、効率よく行えるようになります。でしっかりとこの入水のタイミングと第1キックを合わせるために、スカーリング練習、フロントスカーリングで、前にこう前で手を動かすフロントスカーリングの練習があると思うんですけど、このアウトスイープ、外に手を開く動作と一緒に第1キックの動きをやっていきます。で、入水の時の注意点なんですけど、手が下に落ちてしまうとどうしてもこうバタフライ重心移動といっても下に重心移動、してしまってはもったいないので、しっかりと前に体重が乗るようにするためには、このドリルで、スカーリングする位置が下に落ちないようにしっかり高い位置でキープした状態で、スカーリングの動きをしつつ第1キックをタイミングよく入れてあげるっていうのがドリルのポイントになります。下に落ちないようにするために、腕の高さ、肘の高さをしっかり高い位置で保ってスカーリングしていくんですけど、この時に第1キック、初級者編でも伝えてると思うんですけど、お尻をポコッと上に持ち上げるような動きで、これ今日上級者編なので、お尻を持ち上げる動きっていう意識っていうよりは、胸を下に落とすような、胸を下に入れていくようなイメージで、このうねりの動き、第1キックとスカーリングの動き、タイミング合わせてやってみあげると、重心が下ではなくて前にぐーっと乗るようなキックのドリルになってくるので、バタフライどうしてもうねりすぎてしまうとか、そもそも第1キックのタイミングが入水と合わないって方は、ぜひこのドリル参考にやってみてください。はい、第1キックと入水のタイミング、ここを合わせるドリルさっき紹介したので、今度は第2キックとストロークのフィニッシュの動き、ここを合わせるドリルやっていきます。プッシュスカーリングって言って、腰の、横まで水を押す動作、大きくやるのではなくて小さくやってほしいので、小さく前習いのところから手のひらで水を押す、この動きだけを、プッシュの、動きと第2キックのタイミング合わせてやってみてください。映像流れてると思うんですけど、しっかりとこのプッシュ、肘をこうピーンと最後伸ばしきる、水を押し切るっていう動きと第2キック、足が伸びきるタイミングがバッチリ合ってると思うんですね。しっかりとこの時にタイミングを合わせてあげることが大事になります。キックやってから手が伸びているとか、逆にプッシュ終わってから足が動いているとかならないように、しっかりとこのタイミングを合わせてあげるっていうのをポイントとしてやってください。で、この手と足のタイミングをしっかり合わせてドリルやっていくのがポイントなんですけど、蹴り終わってストロークのフィニッシュのこの腕の動きと足の動き、一回一回終わった後に体を一直線にするイメージを持ってください。体がこう少しでもこう緩んでしまったり、腰が反ってしまってたり、足が落ちてしまってたりすると、バタフライの動き、この後スイムでつなげたいのにいい泳ぎができなくなってしまうので、ポイントとしてはタイミングを合わせるっていうのは前提で、キック、ストローク、このタイミングを合わせる動きを終わった後に体を一直線にするっていうのも、大事なポイントにして取り組んでみてほしいなと思います。コツとしては大きくやりすぎないってことですかね。第2キックのこのプッシュの動きもそうですし、キックの動きもそうですし、ちょっとコンパクトにこの動きをやってあげるっていうのが大事になってくるので、ぜひ皆さんもやってみてください。3つ目のドリルなんですけど、最初に紹介した第1キックとこのフロントのアウトスイープの動きと第2キックとプッシュの動き、これをつなげていきます。もうバタフライのストローク、ワンストロークみたいになるんですけど、まずは腰の横で止めていいです。第1キックで胸を下の方に入れて、フロントスカーリングのアウトスイープの動き、
で浮上に向かってプッシュと第2キックを合わせてあげる。このタイミングをしっかり手と足のタイミングを合わせるっていうのをやってみてください。でこれが慣れてきた方は、実際にリカバリーまでつなげていきます。第1キックで潜るキャッチ、第2キックとプッシュを合わせたら、そのまま手を止めることなくリカバリー動作で前に手を戻すっていうところまでやってみてください。これなぜやるかっていうと、意外とこの第2キックのタイミングを合わせよう合わせようって意識を持ちすぎてしまうと、このプッシュのタイミングで手が止まりやすくなってしまうんですね。スイミングの時にこうドーンドン遅れてリカバリー、ドーンドン遅れてリカバリーっていう、逆に疲れてしまうパターンになってしまうので、ドリルの、意味としてはしっかりとプッシュ終わった後にスムーズに素早くリカバリー動作に入るっていうところ、そこまでが一つの動作で、一回止めてあげるといいと思います。そのままでつなげておくとタイミングが測れずに、スイムでいきなり手と足のタイミング合わせるのも難しいと思うんで、ワンストロークずつしっかりリカバリーも合わせて、そこで一回ドリルの動作が止まる。でしっかりとまた第1キックとアウトスイープ、キャッチ水掴んでプッシュのタイミングと第2キック、手は止まることなくそのままリカバリー動作に入るっていうのも、大事なところなのでやってみてください。で第2キックのところで、ポイントとして伝えてたプッシュ終わった後に体をまっすぐにした状態でリカバリー動作まで行える方はスイムでも姿勢きれいに作れると思うので、この時にプッシュ終わって体が一直線にならないで腰が反った状態でリカバリーに入ってしまう方はスイムの時も同じようになってしまっていると思うので、この一個一個の動作丁寧にやってみて、プッシュ終わった後リカバリー動作中体がまっすぐになっているか、ここもちょっと確認してやってみてください。はい、では最後ですね、コンビネーションドリルで右手左手両手バタフライ、ここをちょっとやっていきたいと思います。実際にもうバタフライ泳いでいくんですけど、最初の、1ストローク2ストローク目は片手バタフライで泳いでいきます。で両手で泳ぐとどうしても水がやっぱり重たいので、両手一緒に動かして、やってしまうと動作が遅れたりするんですけど、片手でまずは手と足のタイミングを合わせてあげる。右手の入水と第1キック、ストロークのフィニッシュのタイミングで第2キック、今度はまた右手の入水入ったタイミングでまた第1キックで、左手キャッチ始めてプッシュのタイミングで第2キック、左手の入水のタイミングでまた第1キック、今度両手かいてプッシュと第2キックをつなげてあげるっていうドリルです。片手バタフライでしっかりタイミングを合わせた上で、両手でもちゃんとその同じタイミングでできるっていうところをポイントとして取り組んでみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はバタフライ上級者編というところで手と足のタイミングについて話させていただきました。手と足のタイミングすごい重要になってくるんですけど、めちゃめちゃ難しいんですよね。これがずれてる方、タイミングがずれてしまってる方っていうのは直すのにかなり一苦労すると思うんですけど、ちょっと今日の動画は手順を踏んで、順序立ててバタフライのドリル練習紹介しているので、まずは入水のタイミングとしっかり第1キックの動きっていうのをドリルでやって、その後プッシュと第2キック、この動きを何回かやって、その後ワンストロークとキック、この手と足のタイミングをワンストロークずつタイミングを測って、練習して、最後片手バタフライでタイミング取ってスイムにつなげるっていう、ちょっと順序立てて、説明してますので、ぜひ参考にしていただいて、タイミングがちょっとずれちゃうよって方はぜひ、練習してみてほしいなと思います。ではこの動画が良かったなと思う方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。トレーニングで悩んでいる皆さん、実践的な指導方法を好きな時に学べる毎週11本のコンテンツを配信中。